先生のカバンは、川上博美の恋愛小説。第37回2001年度、谷崎純一郎賞受賞作品。太陽2999年7月号から2000年12月号まで連載され、2001年6月に平凡社より単行本が刊行された。後に、文春文庫版、新潮文庫版も刊行された。 純文学として15万部長のベストセラーとなった。主人公、月子さんこと、大町月子はいつも行きつけの居酒屋で30歳離れた高校の恩師で古文の先生だった、先生こと松本春綱に再会する。先生の月子さん、デートをいたしましょうの一言から二人の恋愛が始まる。アリソン・マーキン・パウエルにより英訳され、高く評価されている。 国際的に著名な文学誌ザ・パリレビューにて、ドリンスタイン編集長の賛辞が掲載された。また、2013年発表の2012年、マンアジア文学賞において、ノーベル文学賞受賞者のオールハン・パムクのサイレントハウスなど4作品と共に、最終候補に残ったが、受賞は逃した。さらに、2014年には、インディペンデント外国語フィクション賞の最終候補に、 残った。2003年2月16日の20時から22時にワウワウのドラマ W 第1作としてテレビドラマ化された。地上波ではフジテレビプレミアムステージ特別企画として2004年4月24日に放送された。第40回ニャラクシー賞選賞文化庁芸術祭優秀賞日本民間放送連盟賞番組部門 テレビドラマ番組最優秀賞を受賞。また、主演の小泉京子が芸術編章文部科学大臣新人賞を受賞した。ビクターエンタテインメントより VHS と DVD でビデオソフト化されている。谷口次郎の作画により漫画化され漫画アクションで連載された。単行本は双社から。 全日間。ドラマ版と同じく、久前光彦演出で、2005年8月から9月に、沢田賢治主演の音楽劇で上演された。共演は、堺井真希、元当主等。その後、牧野望み演出で2010年3月から4月に、新、先生のカバンとして再演された。沢田以外のキャストは異なり、月子役は、富田康子となっている。 NHK ラジオ第一の新日曜名作座にて、ラジオドラマ化され、2008年10月12日から11月23日まで、全後回放送された。語りは、西田敏行と、竹下恵子。ありがとうございます。